イライアス・ジェームズ、E.J. コーリーは、アメリカ合衆国の有機科学者である。1990年の有機合成理論及び、方法論の開発、特に逆合成解析における功績で、ノーベル科学賞を受賞した。コーリーは、数々の合成試薬や方法論を開発し、有機合成の分野の発展に大きく寄与した。1928年、マサチューセッツ州のマスウアンで、 キリスト教トレバノン人移民の家に生まれた。母親は彼が生まれてから18ヶ月で死去した父親を称えて彼の名前をイライアスに改名した。彼の母親と兄弟2人の姉妹、おじとおばは不況と戦いながら広い家に同居していた。コーリーはカトリック系の小学校とローレンス公立高校に通った。1945年に マサチューセッツ工科大学に入学し、1948年に科学の学士号、1951年に22歳で科学の博士号を取得した後、すぐにイリノイ大学アーバナシャンペーン校の研究員となり、1956年に27歳で正教授となった。1959年にハーバード大学に移り、現在は有機合成講座の名誉教授になっている。 また2004年、アメリカ科学界で最も名誉ある、プリーストリー賞を受賞した。コーリーは50年以上、ファイザーのアドバイザーを務めている。1961年に、妻のクレールと結婚し、3人の子供と2人の孫娘がいる。現在、コーリーと妻のクレールは、マサチューセッツ州ケンブリッジに居住している。世界各国から留学生を受け入れ。 その多くが現在有機科学界を牽引する研究者として活躍している。日本人科学者にもコーリーの訓導を受けた者は多く、この面での功績も計り知れない。野より吉春は,は2001年のノーベル賞受賞記念講演において、コーリーがいなければ現代の有機科学は存在しなかっただろうと彼を称賛している。いくつかの新規な合成試薬を開発している。 コーリーの研究室で開発された反応は現代の有機化学系の研究室では馴染み深いものになっている。1950年からコーリーの研究室では少なくとも302種類の合成法が開発された。いくつもの反応がコーリーの名を冠している。コーリーの研究グループは数多くの天然物全合成を完成させている。1950年から コーリーの研究グループで合成した化合物は少なくとも265種類に上る。1969年のプロスタグラン人類の前合成はまさに芸術的であると言われる。また、前合成で必要なシントンという概念も考え出している。その他に有名なものを以下に示す。2006年には抗インフルエンザ薬のオセルタミビルの単行艇での前合成を発表し、 世界のための研究であるからとして特許を取得しなかった。ジェイソン・アルトムという名のハーバード大学博士課程の学生は1998年生酸カリを飲んで自殺した。彼はコーリーの研究グループにおいて2年間で2人目の自殺者だった。彼は遺書の中で自らの命を絶つ理由の一つに研究指導教官の罵倒を挙げていた。アルトムのテーマは 非常に複雑な天然物の,の合成で、その化合物の合成をやり遂げることに、研究生活が始まる前から非常に重いプレッシャーを感じていた。アルトムの自殺は、博士課程の学生に与えられるプレッシャー、大学における孤立の問題、そして指導者と学生の間の圧力の原因を浮き彫りにした。この事件により、多くの大学は、 博士課程の学生に趣旨同教官に加え相談できる副差をつけることを強く主張するようになった。ハーバード大の科学課長になったジェームズ・アンダーソンはジェイソンの死を教訓としてこの学科が生徒の命を守るために果たすべき役割を検討しなければならないと宣言した。アンダーソンはまた学科が費用を持つことにより無料で受けられる内密で シームレスなカウンセリングを用意することを学生に約束した。しかし2004年現在このサービスは打ち切られている。コーリーは彼の遺書について理解できない。ジェイソンは激しい思い違いをしていたか全く理性を失っていたに違いないと述べている。コーリーはアルトムの能力について疑問を持ったことはないと明言したという記録も残っている。また、 ジェイソンの指導にはベストを尽くした。山岳ガイドが山登りする人をガイドするのと同じだ。すべてにおいてベストを尽くした。後ろめたいことは何もない。ジェイソンのしたことはすべて我々の協力関係から外れたことだ。すれ違いは少しもなかったと述べている。プリーストリー賞を受賞した際、コーリーはロバート・バーンズ・ウッドワードにウッドワード・ホフマン則のヒントを与えたのは自分だ。 と主張して、物議を醸した。この件については、アンジュバント生味市場で、ロワルド・ホフマンに反駁されている。ありがとうございます。